河井里奈は、日本の女優。女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーである。愛称は、りっちゃん。神奈川県出身。AX マネジメント所属。夫は、俳優の広瀬智樹。2010年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年同期の小島なつきは、 お互いに仲の良いメンバーにあげる間柄。また同じ日に大場チーム4に昇格した高橋樹里、岩田カレンが仲の良いメンバーの一人として川栄の名前をあげているほか、先輩である横山結衣とも仲が良く、自らコンビ名を大栄と称している。マジスすか、学園4では川、坂江、横山、木崎ゆりや、入山の4名が、 マジ女四天王として共演していたが、すっごく仲良くて、収録の合間にずっと喋っていただけでなく、オフには4人で、バッティングセンターやゲームセンターに行くなどしていたという。何でもできる女優志望で、大島優子を憧れの女優としてあげている。また、ごめんね青春、で共演した、三島ひかりも憧れの女優にあげており、共演したことが、 5年間で一番嬉しいお仕事でしたと語っている。セーラーゾンビで企画総合演出のインドを一心からは本当にいわゆるスキルの高い女優さんという感じですね。これから女優さんとしてやっていく人になるんだろうなというのは僕はすぐにわかりました。いわゆる本当に演技をするのが上手な人なんじゃないですかねとの、またごめんね青春で共演した西木戸亮からは 打ち切れる川久志さんの切れ味がすごいとの評価を受けている。子孫淳とは高校の同級生。高橋樹里とは互いに仲が良いメンバー、気が合うメンバーにあげる間柄。趣味が同じ、空腹になるタイミングが同じなのでよく一緒に食事に、出かける、方向が同じなのでよく一緒に帰るなど、非常に仲が良いこと、雰囲気が似ていることなどから、姉妹みたいと言われることもある。 年齢は3歳離れているが、同世代にしかわからない話はしないため、話が合わなくなることはないとのこと。ここにいたことに、収録、1830メートルに、収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ、に収録シングル、行きちなしマスカレードサウンドトラック、レック・イット・ラルフに収録シングル、アイドルは、 うニャニャの剣チスロー AKB48 勝利の、女神研究生、シアターの女神公演チーム A6 ステージ、目撃者チーム K6 ステージ、リセットチーム B5 ステージ、シアターの女神オーバーチーム4、僕の太陽公演、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演高橋チーム A、恋愛禁止条例公演、 ぷよぷよテトリスにぷよテトパーティー編2018年2019年。ありがとうございます。